おはようございます。いやもうみんなにはねやりたいことができなかったり学校を休んだりいろんなことで不便をかけてとても申し訳ないと思ってます。本当に申し訳ないと思ってます。そんな中で学校の1年生もうよく頑張ってくれたと思ってます。もう総社市の誇りですよ。そしてまたこの教室の中で2年生3年生が待機していると思いますが、この2年生も3年生もよくこの難しい状況の中で自分のできることの精一杯を頑張ってくれたと思います。僕はみんなに今日はお礼を言いたいと思ってます。本当にありがとう。今日は自分自身のベストを尽くして自分自身の人生の中で本当にあの運動会頑張ったなと楽しかったなと思えるような心の中にずっしりと残る運動会にしましょう。終わります。